今回のチョイスはカクテルをもっと楽しもう。カクテルには楽しむ場所でいろんな表情があります。たまには素敵なバーで特別な時間を過ごしてみませんか。海外の美術館のような高級感のある落ち着いた雰囲気の隠れ家的名店、奈良県桜井市にあるザ・セイリングバー。ようこそザ・セイリングバーへ。彼の名前は渡辺匠。バーテンダーの世界大会ディアジオワールドクラス2010日本代表の経歴を持つ世界トップクラスの彼が紹介するカクテルは、ミントのグリーンが印象的なモヒートをご紹介いたします。もともとはサービス業全般に興味もあり、バーカウンターのあるレストランで働いていました。ですがその後カクテルの世界に魅力を感じ、バーテンダーという仕事に専念するようになりました。まさにカクテルこそがバーテンダーの遊び心の詰まったドリンクです。名前や色、そのカクテルの背景などを楽しんでください。夏のイメージの強いラムベースにするのではなく、さっぱりとしたモッカベースにすることにより一年中楽しむことができます。これこそがモッカベースのモヒートの魅力です。バーではこんなに素敵なカクテルを楽しめますが、お家でも簡単に楽しめる商品を紹介します。スミノフカクテルモヒート。スミノフウォッカを使用した本格的なモヒートをボトルに詰めました。お家で氷を入れたグラスに注ぐだけで楽しめます。コスモポリタン、カイピロスカも揃ったスミノフカクテル、ぜひお試しください。